くせ者学園で何やら珍妙な学力テストが始まろうとしています。ねえねえ、なんだい？カフェモカと上白石モカどっちが好き？カフェモカかな、飲みやすいし。そうなんだ。上白石モカは多分飲み込もうとしたら食堂のあたりで暴れそうじゃない？ああ確かに。でももしカフェモカが売り切れてて上白石モカしかないですって言われたらどうする？マドラーつけてくださいねって言うかな。あ、なるほど、かき混ぜて飲むんだね。でも上白石モカは抵抗するかもよ。そしたらマドラーで目つぶししてその隙に飲み干すよ。あ、なるほど、マドラーは戦闘用のアイテムか。一番乗り。いや、早起きは三文の得っつってな。お前ら電気もつけずに何やってんだ。はい、というわけで1週間後にご教科の学力テストしまーす。いや、どういうわけで。いや、だからだんだんパパパパッというわけよ。意味わからん。ご教科ってどの科目なの？科目は国語、算数、理科、社会、発刊。発刊？なお、赤点を一教科でも取ったやつは島から追放します。ちょっと先生、それはいくらなんでも横暴じゃないか。テスト実施について口答えするやつは無条件で島から追放します。全言撤回します。八方塞がりだね。このアニメシリーズパラレル動物の森アルファダッシュを最初から全を見れる再生リストは概要欄の URL からどうぞ。やべえよ、授業なんてあんまりストーリーと関係ないだろうと思って真面目に受けてなかった。飾りだと思ってた。飾りって？ここはみんなで力を合わせてテストを乗り越えようよ。アラジュペッティ、随分と張り切ってるじゃない。うん、僕がこの島に帰ってきた時みんな温かく出迎えてくれたから、そのお礼がしたいし、誰もこの離島からいなくなってほしくないんだ。ジュペッティ、そうだな、オイラたちレギュラーメンバー一丸となって学力テストを乗り越えようぜ。こういう時だけレギュラーって言って固まるんだよな。今日から放課後ラムネんちで勉強会しようぜ。いいね。それしかないね。なんで当たり前かのように私の家？ジャック君、ここってさ。あ、それはこの数式を使ってだね。おい、保つ、寝るな。ここテストに出るらしいぞ。仕方ない、ノート後で見せてあげよう。ぐへへ、集中力が持たねえ。何も頭に入ってこない。みんな夜食作ってきたよ。おお、すごい美味しそう。勝手にうちのキッチン使ってるし。まだまだ発汗できるよ。もう限界よ。いよいよ明日か。なんとかなりそうじゃない？うん、みんなで頑張ってきたからね。明日は必ずみんなで合格点を取ろう。おー、それでは学力テスト開始。じー、じー、じー、百色メガネ東京。